サムバスサムバスは、アメリカ合衆国インディアナ州出身の西部、開拓時代の列車強盗で、名高い強盗団主領である。インディアナ州、ミッチェルの農家に生まれ13歳で孤児になったバスは、兄弟と共に、暴力的なおじの下で5年間を過ごした。1870年一人で家を出たバスは、ミシシッピ州を経て1871年、テキサス州デントンに落ち着く。 1876年、テキサス州からネブラスカ州までキャトルドライブに参加したが満足のいく報酬を手にすることもなかった。1877年友人のジョエル・コリンズと立ち上げた輸送業が失敗したことからバスは仲間と駅馬車強盗に手を出すようになる。1877年9月18日、ユニオンパシフィック鉄道の列車から6万ドル強奪に、 成功すると、バスとその仲間は次々と列車や駅馬車を襲い人々から恐れられる存在になった。収監された仲間の一人が警察への情報提供者になったことで、バスとその仲間は1878年7月19日、ラウンドロックで、ジョン・ジョーンズ少佐率いるテキサス・レンジャーの待ち伏せを受けた。激しい銃撃戦の中で負傷したバスは、 街外れの牧草地で瀕死の状態になって倒れているのを発見され、1878年7月21日に死去した。その日は偶然にもバスの27回目の誕生日でもあった。ありがとうございます。